ウィリアム・リターレは、ドイツ・アメリカ合衆国の映画監督。父ヤーコプと母ベルテの9人兄弟の末っ子で、家は貧しく、早くから自立しなければ生きていくことができず、物心つく頃から、木工職人やスクラップ業などの仕事を転々としていた。ただし、幼い彼には舞台への望みがあった。十六歳で、グループ劇団に入り、役者として舞台に立ち、スイス、 ドイツ国内を巡業。彼には高い志と優れた要望があったので、劇団でもすぐに頂点に立った。映画には1911年から1914年まで、たびたび出演していた。1918年から、有名な舞台上の表現主義を推し進めていった、プロデューサー、舞台監督、デザイナー及び工業主のマックス・ラインハルトの劇団にベルリンで所属し、 演じるようになる。1920年から本格的に映画に復帰。当時のドイツのサイレント映画界において、自然主義、ロマン主義的な主役や逆に、ドイツ表現主義やゴチックな表現もどちらもできる、国内でも有名かつ成功した俳優の一人になる。しかしリターレは、死の与えたインスピレーションにより演技より、映画監督に興味を持つようになる。 1923年までに20本近くの映画に出演後、本名のビルヘルム・ディテルレの名前で映画監督としてデビュー。最初の主演女優は若いマレーネディ・トリヒであった。ディターレの妻のシャルロッテ・ハーゲンブルフと共に彼自身の映画プロダクションを設立。1920年代は俳優と映画監督として両方の才能を発揮するようになった。 特に俳優としては、裏町の回路奥屈、1924、パウル・レニ監督や、ファウスト、1926、FW ・ムルナウ監督など、俳優は、コンラート・ファイトや、エミール・ヤニングスを発掘した。1927年以降は自作自演の作品も多くなる。1930年、米国ワーナー・ブラザースの映画監督としての求めに応じて渡米し、 ハリウッドを拠点に活動を開始した。まずは公開された英語作品のドイツ語化の仕事であった。彼はそこで新しいヨーロッパの才能、ハンガリー人のマイケル・カーティスを発見し、ワーナーに送り込んだ。1931年には彼の優れた叙術力や的確な演出力をもとに、簡単な助けによってもう英語圏の映画が撮れるようになっていた。 彼の英語での監督第一作、最後の偵察はすでに傑作と認められる。1934年までに6作を数える。この年、ラインハルトがナチスの迫害を逃れてディターレを頼って渡米してきた。ラインハルトはシェイクスピアの真夏の夜の夢の舞台化を伝説化してしまった豪華絢爛なハリウッドボールでの上映を行ったのである。それは、 ワーナーブラザースが十分なほど触手を動かす内容であった。ワーナーブラザースは1935年に偉大なラインハルトと共に舞台を映画化することに決めた。あのジャック・エル・ワーナーさえその話を小耳に挟んでいた。ラインハルトはハリウッドについては全く知らなかった。そこで共同監督としてディターレが舞台と映画の間の中立ちをしなければならなかった。 出来上がった作品は工業的にも成功し映画界にとっても革命的な内容であった。ディターレはまたポール・ムニを主役にして3本の第1級の電気映画を作った。科学者の道、ゾラの生涯、革命児・ファレスである。どの作品もアカデミー賞のノミネートを受けた。この後、RKO に出てチャールズ・ロートンが菓子元を演じたノートルダムのセムシ男。 1939? を撮った。この作品は彼の代表作の一本とされる。表現主義を息づかせるような限定されたライティングで作り上げたパリの中世風の地下世界の素晴らしい暗いシーンとロマンティックなスタイルが融合している。1940年代は各スタジオを精力的に飛び回り、例えばワーナーブラザースでは、 エドワード・ジー・ロビンソン主演で日本の電気物を撮った。彼はやがて独立プロのデビット・オーセルズ・ニックの下で働くようになる。また彼には様々なジャンルの映画を撮ることができた。北欧伝説の映画化、悪魔の金、甘いファンタジードラマ、ジェニーの肖像、社会派メロドラマ、恋の10日間、観光メロドラマ、旅衆、など幅広いジャンルを手掛けた。 1950年代になり、彼が元共産主義者という容疑で、ブラックリストに乗ったわけではないが、マッカーシー旋風に巻き込まれ、パスポートを没収され、やむなくイタリアに渡り、その後は西ドイツで映画を制作した。西ドイツのミュンヘン近郊で死去。ありがとうございます。